南さんが杉田さんのモノマネをするとき、なごらーと呼ぶときであろうセリフでした。何これ、どんな風に、超聞きたいんだけど。杉田さんのモノマネをする速水さん、めっちゃレアじゃないか。すげえな、すごい音源ですね。なんだろうな、その音源欲しいですね。俺の中ではだって1秒でも思い出したくないぐらい嫌われてると思う。いや、そんな嫌ってたらこうやって出さないですよ、そんなイベント。だと思うけどね。いや、迷惑だとは思ってるよ。思ってないです。気に、むしろ気になるのは杉田さんのモノマネが、結城さんの方がクソ汚いの言ってて、早見さんの方がちょっと綺麗めにやってるのが気になるんですけど、どうしていいかわかんないの。それ結城さんですか。杉田さん、確かに。うぅ、えぐえぐえぐって呼ばれたことない。呼ばないでしょ。ないんだ。なんて呼ばない、江口さん。江口さん。なんで気を濁ってるんですか。いや、だってそんなイメージなんだもん。よどんだ空気っていうスキルが常に発生してるから。スキル。タラタタタジオって言ったら。スタートにね。スタートに修羅転生が発動するみたいな。よどんだ空気ってなって。アホガール見ました。ああ、見た。見ました。その2話にてですね、はい、杉田さん演じられておりますアクル君がですね、風紀委員長に妄想の中で言ったセリフ、お前の風紀を乱したい。こちらは塩沢さんを意識したのでしょうか。いやいや、あれは風紀委員長の妄想の中のなんかこう、美形になったアックンって書いてあって、自分の中のかっこいい声を、チャンネルを探したら一番最初に、塩沢さんが出てきた。お前の風紀を乱したい。本当に普段のアクと全然違うじゃないですか。そう、だからガラッと変えてみたいなオーダーもあったから。なるほど。ガラッと変えすぎちゃった。ああ。かっこよすぎですね。うん。でも俺、あれ見て思ったんですけど、久しぶりだなって思ったんですよ、杉田さんのああいう役。あ、ほんと？うん。なんか、すげえ真っ当にかっこいいじゃないですか。うん、そうだね。確かに。ちょっとかわいそうな役ではあるけど、うん、不器用で友達ができないって役だから。すげえなんか真っ当にやっぱ杉田さんの声ってかっこいいんだなって。いや、ありがたい。うん。できるんだよ、ああいうのも。いや、ほんとほんと。アクルはツッコミになると結構怒鳴るけど、それもやっぱちょっと銀時とか他のキャラとは差別化を図らないといけない。いや、ほんと違ったんですよね。なんか、すげえ久しぶりに聞いた感じです。ありがたい。ああいう演技。NHK のナレーションでも、なんかこう、真面目に読んだら、誰かわかんなかったぐらいのこと言われて。なんだと親に言われてる、だって。母さんに聞いたら、あれあれ、友果さんなのって言われて。母さん。ところで、森川さんはナレーションを読まないのかしらって言って。うるさいよって言って。森川さん大好きなんです。好きやな。森川さんとかは、明夫さんが好きだからね。ああ、明夫さん。そう。でも、アホガール結構爆発的に今、注目されてるじゃないですか。面白かったです。ありがたい。15分の中に凝縮されてるのがいいよね。あと、やっぱ、上坂さんが声、すごい張るから、あれ面白かったよ。やっぱ、コント向いてんだなと思って。でしょうね。ちなみに妄想の中の美化されたアックンは今後も出てくるんでね。マジか。楽しみ。風紀委員長がだいぶあれな風になりますからね。そうそう。アクル君に心惹かれていくから、あくまで妄想の中の。結構やべえ感じになってる。やばいやつになってるからね。結構やばいやつになってる。その時にやっぱり自分の中のかっこいい声のチャンネルっていうのをこう、パッと出たのが。この間は言われ、最近流行ってるかっこいいって言うと、やっぱこれだろうっていうのが出て、そのまんまで。なんかちょっと、だから、若干塩沢さんっぽいじゃないっぽいのやつも出てくる。最近流行ってるかっこいいやつ。なんだろう、俺かなと思ったら、横で、結城さんが詳しいから、それ、そのキャラですかみたいな。さすが結城さん。なんかちょっと違う気が。萌えにうるさい。萌えにうるさい。あとはなんか、老後も一緒に暮らしたいみたいな妄想の時は、おじいちゃんになってたから、お前の入れたお茶はうまい、みたいな。かっこいい。バンジョーでしょみたいな。変わりすぎ。それテストでやったけど、どっちになったのかわかんない。割と相談を受けるイメージのあるゆかなさんですが。はい。僕もいっぱい、悩みを持ってもらいました。そうでしたね。そんなことあったね、はい。事務所がなくなってフリーになって、僕どうしたらいいんだろうみたいな。そしたらアトミックモンキーってところが僕を拾ってくれそうなんですって言って。じゃあ、お祝いだねって言って、お肉をおごってくれた。あららららら。そう。高い肉だった。そうで、鍋の中のほら、アクを全部ゆかなさんが作ってくれてさ。私これ趣味みたいなもんなのって言ったから、常に澄んだお湯でこうお肉食ってたな。悪奉行ですね。だってさほらね、この子は杉田くんは結構さ、思い詰めてもずーんってこうなんか一人でどんどん穴掘っていっちゃうから、もうね、よしよし、ね、母さん、ね、
ね、しかもよしよしも声かけてくれないとなかなかって言えないじゃない、はい、なんか自分から聞いてくださいとか言えないじゃん、はいはい、そうです。そうです。心配だった。嫌な汗がいっぱい出てきて。こんな姿さ、見たことあんま見ないですよね。そうなの？すごいこれ。あれ、そうなの？すべてを見抜かれてる。いや、そんなことない。いや、もう、頼りにしてます。もちろんです。あれ？はい。あの当時ね、将来的には、僕がこう、おごる側とか、うん、みんなを面倒見る側に回れるように頑張りますって言ったの。何年前だ、これ。なんか、だって、なんかさ、そんなにお金持ってるわけないんだから、はい、そんなの気にしなくていいんだよって言って、でちょっといい食べ放題に連れてたんだよね、はい、なんかじゃない食べ放題じゃないと、はい、なんか遠慮しちゃうじゃない、はい、量を男の子だから、はい、だからなんか食べ放題だからいいんだよって言って、はい、すげえ気遣いできる話いやいやいやそしたらなんかすっごいまっすぐ僕はじゃあもうもっとなんかごちそうできるようになるように頑張れよやめてくださいこれ、やめてくださいお願いです。今回紹介するのここまで。自分が始めなきゃ。すいません。じゃあ続いて、じゃあ田中、はい、お前の理想のシチュエーションは神様。ああ、お稲荷様っぽいサムシングか。これガチで稲荷神社にそういう展開を願いに行って、たたりやられましたから。風邪ひきました。次の日バッチリ風邪ひきました。メスのお稲荷にばっかりお願いしてたら。あ、ちょっとね、なんかちょっと考え直せと。そういうことです。うん、まあ思い直せやって。それはそれで。どんな塊じゃないですか。すいません。よろしくお願いします。お願いします。SP 田中の理想、神様と僕。部屋を掃除したらちょっと寒い。それに寂しい。なんだか知らない天井みたいだ。これこれ、いつまでゴロゴロしておるか。起きろ。え？誰？権利的なサムシングで姿は見せられないが、ここに住み着いていた神様じゃ。ようやく部屋が綺麗になって嬉しいぞ。また汚くなりますよ。ダメじゃ。洗濯物はちゃんと畳む。流しに洗い物をためない。ペットボトルはラベルを剥がす。母ちゃんみたいなこと言うなよ。いいんじゃよ。え？今日くらい母と思って存分に甘えるがいい。だが部屋をきれいにしないとその反り上がった頭をペシペシするぞよ。はい、汚くします。うわ最高。破壊力抜群。お前の声優力も無駄に上がってる。お前1年で随分上手くなったな。杉田さんの上で。ゆかなさんすいません。いやバンチャンスありました。うん。ゆかなさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。これで生まれ変わってくれたまえ。はい。本当にありがとうございました。どういたしまして。はい。何？青いサボりの新番組で、ゆうきさんが、この番組には萌え要素が足りない。と言い、この番組には萌え要素が足りない。なんで言い直したんですか。今なんで言い直したんですか。二人が必死になって萌えトークしていました。その中で、早見さんが結城さんのお誕生日ケーキを美味しくなる魔法をかけて、その魔法がかかった結城さんが、みさおの味がするね。と言い、僕はとてもテンションが上がってしまいました。ドラク、早見さんの味ってどんな味？どんな味？うん。どんな味でしょうね。さあ。そんな中、ケドインは、うんうん、杉田さん、こちらをって言って、ね、URL が送られてきて、行ったら、なんか、ゆうきさんがアイスペロペロ食ってるやつだった、うん。ちょっと待って。なんか、この番組のロケかなんかであったんじゃない？早見さんもアイス食ってたよ。なぜアイス食ってる動画を送りつけてるんですか？画像がなんか送られてきて、ケドインさん、これはっていうね。きっと杉田さんが喜ぶと思ってって言われて。まあ、喜んだんでしょうね。いいえ。え？葵の方はいい、沙織の方の画像はねえのか。ちょっと。判定はいかが？ジョージさんが、はい、あれなんですよ。アニメに不慣れな頃からずっと、はい、ちょっと兄弟とかも長くやり、隣でいつも、口は、僕ブレス？あ、こことここですよ。すげえ。ずーっとやってたら、はい、なんかそういう感じになっちゃう。そういう距離感がね。世の中教えてたんだ。すげえ。説法すれば。でも、いつもほら、全員の分ね、私ね、撮ってるから、ね、自分の分じゃなくて、全員の分のブレスとタイムとバイクの位置を全部撮ってるから。すげえ。ついだこのキャラは加工するんだから被っちゃダメなんだ。被る、被る、え、あ、セリフを。
こう割って入っちゃダメってことなんですかって言って大抵のこと習ってんの俺。アフレコに関してじゃないですか。大抵。だから俺が辛いアニメとかに労力の高いアニメ入ることが多いのね。だから。いいなぁ。でもあれだよ、別に必要ない人に言ってるんじゃないよ。困ってたり、こっちは困って、はぁ、誰か、ってなった時に、あ、そこは左になってたので、その人が別なので、そこ開きますよ、とか。頼りがいがあるわ。本当だよ。こんな師匠欲しいわ、俺も。やめなさい。やめなさい。やめなさい。本当だよな。そんなんです。杉田さん、SP 田中さん、佐藤さん、朝倉さん、そしてゲストのゆかなさん。え、なんだこれ。これお前何これ、なんかの呪文これ。ホロレチューチュパレロ、ね、ちょっと、これ聞いたことないですよ。先日バイト先で、お待たせしました、ゼロコーラ L サイズですと言おうと思ったのに、うんうん、お待たせしました、エロコーラゼルサイズです。ゼルサイズ大声で言ってしまい、早急に消え去りたいと思いました。ちなみに、働いてお客様から言われた間違いで一番すごかったのは、某フィレオフィッシュのことを、うんうん、フィジカルフィッシュください。近いけど間違ってる。なんですかそれ、めっちゃ体力上がりそうですね。フィジカルフィッシュ、体力プラス5って感じ。フィレオフィッシュ、なんか息のいいお魚になって、今日フィジカルフィッシュ取れたよって。そう、大好きだからさ、フィレオフィッシュ。でもね、わかるからいいよね。本当ですね。エロコーラ飲みたい。いや、うるせえよ。エロコーラもね。言い間違いってなんかゆかなさんあります？言い間違いでしょか。どうでしょうね。わかりません。すいません。ああ、俺最近ローソンのことをよくローションって言ってた。最近近所で来た100円ローションがさ、100円。やらしいわ、お前。安いな。そうか、石川秀夫さんが生ナレーションでね、うん、よく、カメはって言ったら映像に蛇が映ってた。って。俺は爬虫類だけどさ。生原稿だから、サクってこう来るわけだ、ね。うん、それを急いで読まなきゃいけないからさ、うん、生原稿すげえな。怖いっすね。福岡遠いな。福岡って行ったことあります？あります。お、僕行ったことないんで憧れるんですよ。本当に？はい。すっごい便利だよね、あの街。あの、飛行機で行っても、とても空港が市街地に近くて、すっごく便利なの。アクセスがいい。はいはい。で、コンパクトに都市が出来上がってるんで。なるほど。鍋食べたいんですよ、福岡で。鍋か。縦に行けばいいじゃん。ええ。羽根どころどってそんな。そうか。福岡だったら僕、ある程度案内できます。わかりました。わあ、フットワークの軽さがね。あ、そう。ゆかなさんほどフットワーク軽くないか。ゆかなさんですよね。あの、なんか夜行バスかなんかに酸素カプセルみたいなのがついてて。あ、それに乗りたい。そう、乗りたいって話よね。でも、シューってカプセル開いてゆかなさん出てきたら、俺、バスの人びっくりしました。シーツーみたいに運ばれる。酸素カプセルになるの。シーツーかニーナウィリアムズかどっちかだよ。出てきたらもうなんか緑の髪になってなきゃ。リアクション超見て、もうすごいな。ちょっと一人にしないでね。もちろんです、もちろんです。ほら、いてくれる人いないとパカッと開いた時、私一人だったらすっごい寒い。そう、カプセル眺めていた。私リアクション係になります。はい、なあ、はい、というわけで、じゃあゲストお呼びしようと思います。ゆかなさん、どうぞ。はい、食い改めてみます。こんばんは。ですね。はい。お誕生日おめでとう。おお、ありがとうございます。俺の分まで。わーい。なんだ？服屋キューブ？こちら。
い。おお。ちょっとまあそんな大きいと目立つから。なんかおしゃれで可愛いものがもらっちゃったよ。とても美味しそうな。これゆかなさん、あのお茶飲むときにいっぱいおいでやって一口一口一口全部食べちゃうんですか。うんうん、うんうん、そんなことないよ。本当ですか。ちょっと嗅ぎすぎじゃない？クンクンしすぎじゃない？いやしろお前。すっごい今すっごい思い出出したよ。すごい久しぶりに会ったけど変わってないね。お久しぶりですね。本当お久しぶりです。ゆかなさんまたお美しくなられまして。やめろお前は。やめろだから。久しぶりに見ると本当美しいっす。ありがとうございます。適度なこのね対面の距離感でよかったな。あの窓なり最後なんで気をつけてください。はい、そうですよね。そういえば。あ、でも大丈夫です。最後、人前は大丈夫なんです。そうか。人がいなくなったらね。人前の時は大丈夫。大丈夫です。他のうどんうどんも。朝倉くん。はい。あ、はい。朝倉でーす。はい。あじき様好きだもんな。もう、ドキドキします。やめなさい。なんだ、怖い。っと素人の素の反応って、やっぱちょっと恥ずかしいんだよね。キモいのしかいないわ。久しぶりだな、この、ね、この感じ。次、イラストレーターから、イクヨアン先生です。はい、どうも、イクヨアンです。はい。さっき本名を呼んでいただいて、はい、今日一日小安さんだったなって小安さん、竹人さんって言われて名前ってな、いい子で言われるとドキドキするよね。いい声の人が言いますかね。あなたがっていうね。みんな面白いね。本当に。パーソナリティたちが今よりも強くなるためには、うん、一度ね、やっぱり自分たちをこう危機的状況まで追い込んでサイヤ人方式で強くするしかないと。そう。じゃあ危機的状況、ピンチって何か、すごいプレッシャーの中で何かする、つまり芝居だってことになる。うん、今日はゆかなさんをお招きしてシチュエーションドラマを演じます。はい、そんな中で、自分の中のワンチャンスを見出してください。うん、事前に SP2 人には僕の方からですね、うん、理想のシチュエーションというのを聞いてみました。うんそれを演じることによって、うん、皆さんワンチャンスを見出してください。うん、じゃあまず俺からかな。じゃあまず杉田君の理想のシチュエーションから。生徒会長はアニメ大好き、どうぞ。俺は生徒会の役員をやってる。会長さんは堅物で正直苦手だ。何かにつけている。本当に頼りないのね。あなたを一言で表現すると小銭よ。とかうるさい。ちくしょう、イライラするぜ。あ、生徒会室に明かりが。まだ誰かいるのかな。やった、今月もイラスト掲載されてる。やっぱ大木と東堂だよな。会長？げ、杉田！で、嫌だ。うん。ヒロインの私がなんてはしたないリアクション。で、そうじゃなくて、これは、その、好きだったんですね、アニメ。俺も大好きですよ。早く言ってくれればいいのに。あ、これ、会長が書いたの？すんごくうまい。ありがとう。杉田くん、どうしたんですか？あんまり近くで喋らないでよ。結構ね、好きなの、あなたの低い声。ごちそうさまでした。これ誰得ですか？杉田さんずるい、これ。これしかも自分で書いてるからね。いや、バラさないでください。ちょっと、バラさないでください。スポーツ、すっごいできるか、すっごいできないかの二択だと思う、上坂さんだと、なんですけども。できません。やっぱり、そっちか。できない方。夢がない方です。あ、なるほど。これで、急に俊敏な動きで始まったら、それはそれで面白いじゃん。そうですけどね。急にローラー出しようね。キューって。それは、戻りますけどね。早っ早っって。早っっていう。でもなんか、運動はできなくても、狙撃なら練習すればできるかなって思うんですけどね。狙撃はスポーツではないですね。そうだよね。スポーツかも。まあ、射撃競技ならね。こんな本当、ゆかなさん以来だよ。こんなに、えってなったの。ゆかなさんも昔、スーパーセレブギャグを言ってて、乗り物が好きなんだって。車も、バイクも。バイクもすっごい、なんか排気量のでかいバイク乗ってて。で、乗り物大好きなんだよねって言ってて。
車とかバイクとか馬とかって言ってた。馬って言ってた。馬はどんなセレブジョークだよ。もう収録の時にすごいロシアによく行かれるっていう話をすごい聞いて、もう大好きになりました。それで、ねえ、そういうコンビにしてしまった、そんな幸福パーティーの原作者どうなんですか、うん、そうだ、ゆかなさんと、そうですよね、すみれさんですよね。そうなんです。嫁と慕わせていただいたんですけれども、はい、その時はそんなロシアのお話とか知らなかったんですけれども、いや今思うと、嬉しくなっちゃいますね。不思議なご縁ですな。コンビニに行った時のことですが、小腹が空いていたので店内を物色中、えらく挑発的なポップが目に留まりました。食べ応えあるだろ、デブって書いてあるんですね。おい、なんだこの店はと思い、もう一度読み直してみると、食い応えがあるピザと書いてありました。なるほどな。ああ、どうやら痩せろっていう神のお告げだったようです。なるほどな。いや、ほんと、挑まれたら、向かっていかないと。おっとっとっとい。おっとっとい。行こうよ。なんで行かねえんだよ、そこで。男気。とおっしゃっておられる。男気。男気。行こうよ、小腹減ってんだろ。食べ応えのあるピザ、行きてえな。挑戦メニューだな。だけど、ほら、例のあの、海鮮丼の店、俺の好きな。あれ、あの、秋葉と新宿にあるのかな。そうそうそう。あと渋谷にあるんですけど。それであの、びっくり丼っていうのがね、6人前あるんだけども、味噌汁も6人前来るらしくてね。え、6人前の味噌汁は時間制限が厳しいんだよね。どう処分しろって。20分って書いてある。早いの無理だな。そうそうそう。ゆっくり食わしてくれよっていう。だから結局、そのびっくり丼失敗時ぐらい払うお金ぐらいなんか、すごいいろいろトッピングし始めて。もう1500円ぐらい足したらこのびっくり丼失敗時の値段ぐらいなんじゃねえかみたいな。結局乗せられちゃうんだけども。ゆかなさんはどうですか、食欲の方は最近衰えてないですか。特によくわからないんですね。デフォがこうだから、上限とかじゃ、上下じゃないんだよ。いや、そんなにないですよ。いや、さっき早いのは無理だなってボソッと言ってたけど、早くなければ大丈夫なのかって。あ、そうですね。早いのどうも苦手みたいですね。早いのは苦手。そう、もうちょっと時間に追われるのはちょっと苦手。孤独のグルメタイプですね。あの、タクシーで許せないことがあって、タクシーの小さいテレビで、巨大穴子丼を食すってやつがあって、なんか3分の1も食わないうちに、さっさとリタイアする女がすごい許せない。それは良くないな。食えないのになんで頼んでんだよ。持って帰ってもお前のチャンネルとかどうでもいいんだバカ野郎だっていつもタクシーの中で憤慨してるんだ。中型二輪免許、まあ今普通二輪免許って、ね、いいじゃないですか。これ持ってる杉田さん、一番も免許持っていそうだけど持っていない梶田さん、うるせえ。そして大型自動二輪免許を持っているゆかなさん、いいな。はい、ゲーム内とはいえ人が死ぬの大変なんだからな。まだライセンスのことですよ。私事ではありますが、私は仮面ライダーブラックが大好きすぎてですね、大型自動二輪免許を取ってしまう。いいじゃないですか。しかし、あの、まあ、免許センターで大型まで取ってしまったんだけども、気づいてしまいました。私が根っからの引きこもりであり、外に出る用事がない。そしてバイクを買うお金がないこと。おいおい、マジかよ。結局仮面ライダーにはなれませんでした。おい、取ってから気づいたの、それ。もう、鉄を一人でいいんじゃないかな。バイオライダーだろ。でも取りに行けたじゃないか。大型取れたからよかった。そうだよ。取りに行くには、お外で取りに行ったんでしょ？ホンダ、CBR、1000RR。ヤマハの、アイゼフ。WR って読むんだよ。WR。CBR ね。はいはい。なるほどな。バイク、大型も、リッターも憧れたな。でもちょっと私にはな。大きいんだよね。乗ってるんですよね、でも。何ですか？なかなかのものよ。攻めすぎてる。そんなことありませんよ。俺のスティードなんて、ほんとなんか、お散歩みたいなもんだからさ。そんなことない。そういうバイクです。この人はスーパーカブにしようかと考えてますけど。あ、でもさ、それもいいと思う。すっごいよくできたバイク。カブ、ほんとそう。完全実用ですよね。この人、入りがロマンだから、そう、できればロマンを走ってほしいもんですけど。石田さんがしみじみ、カブはいいよ。いや、ほんとカブはいいよ。めっちゃ走るってところがすごいよ。ほんとすぎ。ねえ。でもなんか少なくともね、そうやって一人でも二人でも、なんかね、落ち込んでた気分がなんか笑顔になってくれたら嬉しいなって思う。で、気持ち悪いメール、湯川さんに送ったら、はい、わかりましたって、よしよしですわっていう返事が来て。羨ましい。過ぎたから夜中に、あのね、なんか僕落ち込んでたんだけど、なんか見たら、あんま落ち込んでてもダメだと思って、あの、取りだめしてた。やつを見たら、元気出ました。来たから、はい、よしよし。
忍者よ。本当ね。なんだよただの。全国のみんな嫉妬の魂俺にくれ。おいお前が横で嫉妬の魂じゃねえよ。俺にもくれ。そうじゃなくてさ。すいません助かりました。はい、とりあえずセシリアさんやばいです。やばいです。福田先生もテンション上げてた。なんかセシリアさんが攻撃受けるとゆかなさんがじゃねえセシリアが食らったみたいな。うん、なんで声優名なんだよっていう、ね。あの人絶対すぐダブピーにするから。はい。じゃあ、普通歌、じゃあ、ゆかなさんね、もうすでに出ていますけども、今夜のゲストは素敵なゆかなさんでございます。お仕事しようよ。そうですね。じゃあ、先に、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ご飯大好き。パーソナリティたちが今よりも強くなるためには、うん、一度ね、やっぱり自分たちをこう、危機的状況まで追い込んで、サイヤ人方式で強くするしかないと。そう。じゃあ危機的状況、ピンチって何か、すごいプレッシャーの中で何かする、つまり芝居だってことになる。今日はゆかなさんをお招きして、シチュエーションドラマを演じます。はい。そんな中で、自分の中のワンチャンスを見出してください。うん、事前に SP 二人には、僕の方からですね、うん、理想のシチュエーションというのを聞いてみました。うん、それを演じることによって、うん、皆さん、ワンチャンスを見出してください。うん、じゃあ、じゃあまず、俺からかな。じゃあまず、杉田くんの理想のシチュエーションから。生徒会長はアニメ大好き。どうぞ。俺は、生徒会の役員をやってる。会長さんは堅物で正直苦手だ。何かにつけて本当に頼りないのね。あなたを一言で表現すると小銭よとかうるさい。ちくしょう、イライラするぜ。あ、生徒会室に明かりが。まだ誰かいるのかな。やった、今月もイラスト掲載されてる。やっぱ扇と東堂だよな。会長？で、杉田！で、やだ。うん。広いの私がなんてはしたないリアクション。で、そうじゃなくて、これは、その、好きだったんですね、アニメ。俺も大好きですよ。早く言ってくれればいいのに。あ！これ、会長が書いたの？すんごくうまい。ありがとう。杉田くん、どうしたんですか？あんまり近くで喋らないでよ。結構ね、好きなの、あなたの低い声。ごちそうさまでした。これ誰得ですか？ベギータさん、ずるいこれ。これしかも自分で書いてるからね。いや、バラさないでください。ちょっと、バラさないでください。ベギータさん。ああ、そうだよ。脚本は基本的に僕だよ。開き直りやがった。ね、リセンダイザーでしょ、うんうんうん、あとは、うん、まあ、ブレイブルー、ゲストでいらっしゃった時に、うんうんうん、ね。あ、そうだそうだ。うん、今井さんね、うん、イマジンっていう。そうだ、イマジンだ。うん。うんうんうん、っていうのと、近藤かの子さんでコンドムっていう。そうだそうだ。うん。そうだそうだ。あれはガンダムから撮ってるからね。ガンダムみたいでかっこいいでしょ、だからコンドムだよっていう。コンちゃんって言うと、俺の中で近藤隆さんとかのイメージがあるんで。あ、そうだね。だからどっちかっていうと、うん、あ、お前はコンドムだよっていう。困惑してたけどね、本人ね、うん。そうね。うんうん。そうね。いやー、まあ本当に素のテンションで嫌ですって言われたら変える予定だったんで、今んとこそんな素振りもないので大丈夫かなって。あ、そっかそっか、うん。他にはいるんですか？あとはスーパーロボット大戦のラジオで一緒にやってる二人が、うんうんうん、斎藤さんがエリンギで、うん、相沢さんが森そばっていう。あ、そうだそう、それ聞きたかったの。エリンギも森そばも全くわからない。私一度ゲストでお邪魔したことがあるんですけど、うん、なぜなぜ？ね、もいって、まいなんで、その、相沢さんの名前が。うんうんうん、よくわかんない変なあだ名がついてたんで、うん、こんなの呼びたくねえなって心の中で。もでしょ？ドラクエ4コマから、お前森そばでいいよってなって。で、斎藤理恵さんで、で、それもなんかな、名もエリ、理恵、エリンギってなってね。もう、それでいいや。ほら、なんかそのエリンギみたいな形好きでしょって言ったら、嫌いじゃないみたいな。なんてノリノリ。割と下ネタに寛大なんだよ。え、二人は喜んでるの？気に入ってる？そのまま使い続けてもう4年経つんで。あ、長いですね。今更変えようもないだろうっていう。そっか。まあ、確かにミカコングもかなり長いと思うんですよ。確かに。ウェルベールからだから。そうそう、相当長いよね。うん、そうそう。島には縮まってコング先輩になってるから。なんで特攻野郎みたいになってんだって。もう原型とどめすだよ。でもね、いいことばっかりじゃないんだ。最近ですね、結城葵さんに、うん、子供先生っていうあだ名をつけたんですよ。うん、
子供先生半端ないわって言ってたら、うん、結構あの杉田さんお渡し会とかで子供先生って結構言われるんですよあれ何なんすかって言われてえ、先生ってことは尊敬してるってことなんだよいやもう見たことないようななんかこういう半目のこういうじと目でこうやってた後になんかこう中村くんの後ろにくるくるってこう隠れてこのおじさんがいじめるってなんでねその時の中村のあのまたこの下げすむような目でねなんかちょっとわかる気がする。杉田さん大人げないっすよ杉田さんって何ってほんと今俺を殺したかったら海に連れて行くか子供先生をぶつけることっていうどっちか俺は死に至るすごいなぁ。え、ベスト3はちなみにあるの、まあ、やっぱりゴッドゥーザー様かなって。うーん、まあ、でもミカコング先輩は五感的にすごい気に入ってるんですごい気に入ってるんだ、うん、知らなかった、そっか、はい、じゃあまあこれからもね、はい、あだ名をつけ続けて、まあ、新しくまたねそういう共演